それでは次にドロップボールの取り方を説明したいと思います。お願いします。まず基本的に、自分のグローブをまず目線として、ボールピッチャーにもよっても軌道が違うんですが、こういう上から下に落ちてくるということはグローブを下から上に持っていくイメージを持っていきます。そうすると綺麗に止めれることができますので、しっかり下から上っていうイメージで持ってきてください。特に低めのボールなんかは、先ほどもずっと言ってますが、低めのボールというのはピッチャーの力に負けることがあります。さらにドロップボールになると、やっぱり下に落ちてくるボールになりますから、なおさら落ちてしまうということになりますので、しっかり下から上に持ち上げるというイメージでしっかりやってください。